んの服を選んであげようと思います、はい、いいんですか？え、いいよ。人に服選ばれるの嫌だ。自分が着たい服着てみるよとかないですか？ちょっと怖い。え、ちょっと怖い。なんで怖いの？わかんない。あの、したことない組み合わせとかになりそうで怖い。したことない組み合わせが出てくるから面白いんでしょ、こういうの。はい。自分じゃしない組み合わせを。あれですね、なんかトップスと下と靴とアウターの中とかで、これは今日着たいみたいなものありますか？うわ、ないわ、どうしよう。ないんですか？ないんですか？ない。好きにやっていいってことですよね、僕の。はい。なるほど。いや、むずいよね。何から決めるかっていうのって、むずいね、僕は。だったら、一旦じゃあこの辺漁っていいですか？ズボング。思ったの、それ。あれ？なんか黒のやつね、あった気がするもんね。私はひなちゃんが巻いてる時すごい好きなんですね。だから、あの、もうギャルになってほしいなと思うんですね。ないわ、これしかない。ね、いい感じのギャルになってほしい、ね、いい感じのギャルになってほしいなと思うので。ギャルですか？なるほど。コムデギャルソン。コムデギャルソンとは一生関わりがなさそうな顔してるよね、ひなちゃん。コムデギャルソンとは一生関わりがなさそうな顔してるよね、ひなちゃん。それともやっぱ出した方がいいな、これ。なんか出すとやばいかなと思ったけど、出すわ。ありがとうございます。クローゼット物色中です。あ、これは何何？これなんかタイトですね。何？どれ？あ、いいですね。ギャル味ありますね。ギャル味あります。なんか何何何、私アウターを決めたんですね、はいはい、あ、それね、はい、僕は茶色のやつ。絶対にこれを着てもらいます、アウターは。じゃあ今日はそれで、はい、アウターはもうこれ。いつも可愛いと思うんですけど。確かにね。でも私今日控えめな服装だよ。いや、思った。黒だもん。ね、クソつまんないよね。クソつまんないってやばい。本当鬼つまんない。じゃあ一旦これでいきましょう。出すから行って。はい、わかりました。まあ、行ってみましょうね。はい。それでね。可愛い。かわいてる。え、可愛い。このピンクのニットも候補だったんだけど、これなんでね、ざっくりしたニットにこの髪って思ってる。あれなの、ギャルっぽいね。めっちゃおもろいんだけど。これかわいいのよ。え、だからもう普通にこれでもいいんだよ。うん、なるほどね。それにブーツとかでね。かわいい。それでもいいよ。かわいい、はい、でもこれきつしいかも。これ丈どのくらいになりますか？結構長めだってさ。これかわいいんだよな。やっぱ黒黒ね、いいよね。やっぱうちらブルーベの冬だから。かわいいじゃん、これ。これも可愛いじゃん。え、可愛くないこのスカート。一回着てください。あ、可愛い。え、待って、これがいい。はやっ。待って、はやっ。あ、ギャルだ。ギャルの基準なんなんだ。一回一個着ても見てもらっていただきました。はっ、いいよ。めっちゃいい。ねえ、みんなめっちゃいい。裸足でございます。めっちゃいいよ。こっち見てください。はい、こんな感じです。ートいいよ。いいですか？はい、ブラボーです。こんな感じです。これ顔映ってなさそう。はい、超可愛いと思います。大丈夫そうですか？超可愛いと思います。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、やっとこさ、お出かけしていきたいと思います。はい、行ってきます。
見せて見せて。今は、はい、どういうタイプの人と結婚したいとか。